休憩終わり。おや、あそこに誰かいらっしゃいますね。あ、ザオシャンハオ、おはよう。その服装、登校の子？うん、よく知ってるね。偉い。ここでどうされました？ひょっとして合同大演習の開会式に？そうそう、みんなの後ろをついていけばなんとかなると思ったら、さっきの人はただの観光客だった。危ない。セーフでございましたな。では共に参りましょうか。うん、いいよ、喜んで。リンハイが一時的に仲間に加わったぞ。会場に着くまではリンハイ、オートで戦うね。でも強いよ、だから問題ないよ。ありがたい申し出ですな。まあもっとも、ここから会場まで歩いてあと3分もかかりませんけど。え、そうなの？そうでない皆様も、本日はよく来たにゃ。合同大演習司会と審判を担当する明石と申すにゃ。中央主催、世界を巻き込む一大イベント。それはうんと綿密な計画をもとにコツコツと練り上げられ、まあ開催が決まったのはつい先週なんだけどね。ユニオン、ロイヤル、鉄血、そして今回支援と協力をしてくれた全ての勢力の皆様、とってもとってもありがとうにゃ。獣王のコネクションはすごいですね。カガさん、頑張られましたね。ドンファンもすぐ名前が呼ばれるようにならないかな。まずは主催者の赤木に初めの挨拶を行ってもらうにゃ。親愛なる世界中の皆様、ようこそお越しくださいました。先の世界親善試合を経て、世界の結束はより固まったものと考えております。ひいてはその力を今一度確かめ合う必要があると考えます。この開会式の模様とこの後に続く演習も、すべて全世界に同時に中継されております。世界の皆様に観戦の素晴らしい活躍を改めてご覧に入れましょう。そして赤木のことだから何かを仕組んでいるんじゃないのかとお疑いの皆様は、ことさら中継内容には見入っていただければと存じます。今回の演習を通じ、相互理解がより進み、ひいては世界の結束をさらに強固なものにできればと考えておりますわ。大演習が起こすであろう大きな波、国や人種を超えてその流れが交わり、クロスウェーブを起こすことを望むものです。ありがとうございました。ありがとうでしたにゃ。丁寧な口調を使っても、後半ステージのボスキャラ感はなかなか払拭できないのが、同僚としていかがなものかと思うにゃ。巨大なお世話よ。ああ、でも赤木のさっき言ったことは本当にゃ、保証するにゃ。それを裏付けるビッグゲストたちの登場にゃ。まずはユニオンのエンタープライズ、入ってきてにゃ。獣王の、そして世界の皆さん、赤城よりお招きいただき
仲間と共に参上したユニオンのエンタープライズだ。よくわからないけど、驚いておこう。スピーチは得意ではないので、お聞き苦しいところもあるかと思うが、どうかご容赦いただきたい。先日の世界親善試合では、戦いを通じて獣王の皆様の素晴らしい闘志を見せていただいた。企業を巻き込み、世界中が参画した泥沼の試合となったが、重大な事故もなく、最後は平和を誓い合って終われたことを、参加者の一人として今でも誇りに思っている。獣王の皆様には、私とホーネットとヨークタウンは毎試合半身に緊急修理の包帯を巻いて参加していることについて、どう見られているのか正直心配だったが、ユニオンが我々を通じて獣王でいうブラックに見えるのではないかと。ヨークタウンなど3ヶ月安静にしているようにと医師から言いつけられてしまったところ、仕方ないので3日間だけ休んだりしてたことを、当時いかに人手不足であったかがよく分かった。結局のところ少数精鋭だけで事態に対処するには限界があるということだ。これが分かっただけでも骨を折った甲斐があったと言えよう。今回は教訓を踏まえ、ベテランからルーキーまでいかなる状況も対応できるよう幅広いメンバーを揃えて出場することに決定した。赤木をはじめ、また皆様と同じ舞台に立ち、互いに切磋琢磨できることについて今からとても楽しみにしている。以上だ。ご清聴いただき感謝する。おー、ありがとうございましたにゃ。椅子はそちらですにゃ。いや、得意ではないとか予防線張っておきながらうまくまとめてきたにゃ。そんなにスピーチ頑張っちゃって、次の大統領選にでも出馬する気なのかにゃ。そうね、これ以上有名になるのは控えた方が良いのではなく、誘ってくれたのは赤ちゃんです。ええ、逃げなかったことについては褒めてあげますね。どう考えてもお前に誘われたら参加しなかった方が後が怖いだろ。ユニオンのジョーク嫌いじゃありません。だけどあまり人様のことをおっかなく言わないでほしいけど。ああ、そうだな。私自身は赤城を怖いなんて思ったことは一度もないぞ。ああ、侮られたものね。私は全力を尽くせる素晴らしいライバルということだ。そう言いたいだけだ。あっと、ここで赤ちゃんにゃ。世間では仲が悪いと噂される二人がガッチリと握手を交わしたにゃ。あおば、撮ってるかにゃ。言われなくても撮ってた。さすがだにゃ。実はこっそり足を踏み合ってないかにゃ。運動を消して確認。そんなこともないよにゃ。仲が良くて何よりにゃ。次のゲストも超大物なんだにゃ。もう呼んでくるのにとんでもなく交渉に難儀したにゃ。本当に本当に苦労したんだにゃ、加賀が。私のことはいいから早く進めてくれ。了解にゃ。それでは見て聞いて驚くにゃ。
鉄血のビスマルク、どうぞ。鉄血のセイレーン研究家だ。実在の人だったんですね。すごーい。すごーい。改めまして、鉄血のビスマルクよ。世界親善試合以来、久々に公衆の面前に姿を現したため、どういう顔をしたらいいものか未だに決めかねている。今この顔で役はこなせているのかしら。ああ、よくやっているぞ。ありがとう。ユニオンのお墨付きもいただいたとは、高くつくのでしょうか。鉄血は今回の大演習について協賛という立場で参加させてもらうが、鉄血による偽装の研究はセイレーンの技術を解析することにより他より進んでいると自負しているわ。そこで D23 とプリンツオイエン、そして U81 をサポート要員として参加させている。ぜひ鉄血の技術の進化を見定めていただきたい。あれ、ビスマルクさん本人は参加しないのかにゃ。私はあくまで監督という立場なので。釣れないにゃ。でもこの人もしかしたらラスボスかもしれないから、今はそっとしておくにゃ。ビスマルクさん、スピーチありがとうにゃ。それじゃあ最後は誰かわかるかにゃ。ロイヤルからこのお方の登場、どうぞにゃ。はーい、どうもー。ようやくジャベリンの出番ですね。全力で目立っちゃいますよ。これは意外だにゃ。今のうちに喋っちゃいますね。なんなんだあの子は。可愛い方ですね。なんで出てるの。羨ましい。はーい、ロイヤル代表のジャベリンです。趣味は弁当作り。最近の舞妓では。はい、 PR タイムは終了にゃ。うわ、マジか。クイーンエリザベス様とウォースパイトさんの命で大本命に来てもらってるにゃ。フットさん、そろそろ来てにゃ。お待たせいたしましたわ。ご機嫌うるわしゅうございます。ロイヤルネイビーの栄光フット、ただいま参上いたしました。フットさーん。さすがにエリザベス様は来れなかったのか。あー、でもフット様ですよ。美しいですね。その辺は認めるけど、何かビスマルクの様子がおかしいよ。うん、どうしたんだビスマルク。怖がってるじゃないか。ねえ、いかがされてしまったのでしょうね。ごめんなさい、先に失礼。待て、フットはお前に微笑んでいるぞ。説明するにゃ、ビスマルクさんとフットさんは世界親善試合の時に。ハルト！にゃ！いや、やっぱりこれ以上言うのはやめておくにゃ。言わなくてもみんながわかってるよ。ということはわかる。今日フットも来ると分かっていれば。カガ、あなた。私かよ。私は本人の了承のもと会場へお連れしただけだからな。それ以上の役目はな。後のことは当人たちで解決しておくれ。はい、
加賀さんのおっしゃる通りですね。ぜひそのようにさせていただこうと思いますが、すべての出会いがうまくいくわけではございません。時と環境、運命のいたずらにより喧嘩別れとなってしまうこともまたあるでしょう。思えば世界親善試合でも後半、試合であることを逸脱したラフプレーが散見され、乱暴な開口もありました。ありました。近いよね。ただ自身の所属する陣営のため、人々のため、熱心に頑張ること自体は誰が否定できましょう。え、私は赤木さんが用意してくださったこの舞台で、今一度私たちロイヤルのメンバー全員でロイヤルネイビーとしてあるべき姿をお見せいたします。そしてそれに応えてくれる全ての人と今度こそ真の友情を育みたいと考えております。それこそ本日の出席はできませんでしたが、陛下のご意志でもございます。どうか。さあ、四陣営の主要人物が揃っている今のうちに、記者さん撮影タイムにゃ。よし、感情フットボールよろしく。肩でも組んでおくか。この4人で？さすがに無理があるでしょう。仲の良さがアピールできるなら何でもいいのですけどね。どうしようかしら。赤木、握手だ、握手。いいですね、それにしましょう。よろしくて、お三方。おっと、実行委員長の永田様、ナイスなアイディアにゃ。今ここに四陣営ががっちりとお互いに握手にゃ。すごい、皆様やっぱり仲がいいのですね。島風は感激しました。この平和が長く続けばいいけど。さらっと恐ろしいこと言わないで。さて、長い開会式もこれで最後にゃ。明日からの本戦を前に、ここいらで一つ午前試合をやってもらうにゃ。へえ、そんな催しまであるんですね。うわぁ、早く終わってほしいのに。面白かったけど、聞くだけでも疲れたよ。呼ばれた観戦は前へ出るにゃ。呼ばれないかな。あ、ピンハイさん。ピンハイさんが呼ばれるようにお祈りしますね。一人目は、中央の島風にゃ。うへへ、私外れちゃった。なんかとっても片付けない。二人目は同じく中央の綾波にゃ。おー、綾波ですか。はっはっは、雪風様の幸運のお裾分けなのだ。ありがたく受け取るのだぞ。この後の演習では改良した模擬弾を使うにゃ。見た目は派手、でも当たってもあんまり痛くないし、海の生物への影響も極小という超優れものにゃ。なるほど、島風、お互いで試し撃ちをするということです。大丈夫、ちゃんと手加減もするで。それはありがたいですね。手加減モードどうもですよ、綾波さん。はい、と思ったけれど、見物客の中に吹雪たちもいるようです。かっこいいところを見せたいから、手加減しつつも本気モードで行くです。どっち？助けて駿河殿、島風このままだと大衆の前でご転売にされる。ご指名はあんたと綾波さんだけでしょ。頑張ってきなさいよ。せっかくだから駿河も島風と一緒に向かってくるといい。面白そうにゃ。許可する。いやは、臨機応変な運営って素敵ですね。後輩相
でもどうぞ。迎撃するで。先生堂々と戦うにゃん。頑張るの。痛いのを。ウィン、よろしく。ほらほら。てりゃー。まだ。えい、ちょっと。逃がさない。実力で来られたら私も負けていたかもしれないな。よく鍛えられているぞ。お褒めにあずかり光栄よ。あなたにそう言ってもらえると獣王の上の方々も大喜びだわ。使用していたのは蔵王社の偽装。瞬く間に進歩している。うかうかしてられないようね。まっ、あなたは兵器のこととなるとすぐ目を輝かせて、そういう時だけはまるで子供みたいですよ。こんなところも魅力的ですけど。何が言いたい？はいはい、いつまでも喋り続けてると終了できないにゃ。明日からの本戦にも期待してにゃ。開会式はこれで解散。皆さん、お部屋まで気をつけてお帰りくださいにゃ。あー、終わった終わった。念のため言いますけど、風船明日からですよ。お疲れ。綾波といい勝負しててすごかったよ。いや、加減していただいてましたし、まだまだですよ。ピンハイさんはこの後どうされるんですか？ピンハイが出るのは5日目だからね。当分はホテルでのんびりしてるよ。じゃあね。はい、では駿河殿って、ピンハイさんと行っちゃうんですか？せっかく今ならまだ近くに皆さんがいらっしゃるのに。もう、
山城、お疲れ様。無事開会式の終了までこぎつけましたよ。これから本番が始まりますのよ。うん、こんなんじゃ先が思いやられますわね。あと7日もありますのに。そうだったっけ。そうですわよ。といっても初日でほとんどの方は来賓されていますし、受付の仕事はむしろこれから楽に。ずん、山城戻ってらっしゃい。無理です、てください。もうクソさんに頼らずに今日まで頑張れたではありませんか。駿河こそ無理でしょう。特にあの子の受付の仕事なんて。まあ確かに駿河ちゃんって殺し屋みたいな目つきで窓の外を眺めてること多いもんね。外に標的がいるのかな。いないと思いますわ。誰しも適材適所でしてよ。先輩の皆様も多忙極まる今、山城にこそもっと頑張っていただかないと。金剛ちゃんがそう言うならなんとか頑張ってみるよ。ところで演習の時はどうしてたらいいかな。私たちの本戦での立ち回り。大丈夫、いい考えがありますわ。小声で話しますわよ。ついでにいろいろアピールできて
ラッキーという感じだし。間違いない。気をつけて帰られよ。ありがとう。登校の出場者もいるのね。準備が急だったのによくぞここまで人が集まってくれたものだわ。獣王は即断即決なところがあるからな。拙者としては嫌いではない。とはいえアタゴが今回の催しにあっさり賛同するのは少々意外には思っているぞ。それはセイレーンのキューブが絡んでいるからよ。どんな手段を用いても早く回収するべきだし。お前少し赤城に似てきたか。ちょっと待ってよ。赤城のことは嫌ってはいないし、意見次第ではいくらでも彼女に賛成することだってあるわ。でも高笑いしながら戦うようにはならないのよ。そういうところはそのままだろうな。まあいい。戦いといえば午前試合のマッチングをしたのは高尾ちゃんだそうじゃない。ああ明石から聞いたのか。ええ綾波ちゃんはともかく島風ちゃんを指名したのは予想外だった。先日あれだけ叱りつけていたのにね。ま、十分に反省はしたようだし、あれから拙者のもとによく通ってくるようになってな。あら、そうだったの。訓練にもなるべく付き合ってやっている。飲み込みは相当早い。鍛えがいがあるぞ。今日の午前試合はお披露目というやつだ。確かにいい動きをしていたわね。拙者自ら手ほどきしたからな。あと簡単な相談にも乗ってやったり。ああ。どうした。高尾ちゃんが後輩の子に奪われちゃった。ショックだな。枯れてしまうな。意地悪を言うなよ。大げさだな。もちろん冗談よ。私が困ったりしたら助けてね。当たり前だろ。拙者がアタゴをおろそかにしたことがあったか。さすが。これからも頼りにしてるわ。開会式の時点で寿命が縮んだかと思ったわ。大げさだな。フッドとはむしろ仲が良さそうに見えたが。そもそもさすがにフッドがいるのは予想すらできていなかったわ。悪意のある組み合わせではないかと。ふん。悪意とはぶしつけだな。そもそもフッドも来れるかどうか危ういところではあったのだぞ。なんせあちら様もご多忙でな。ふん、うまいこと言うわね、あなた。ただ多忙とはいえ、フットの方はノリノリで了承してくれたかな。一体どういう心情でやってたのかしら。まあ決して悪意はないが、茶目っ気ならばあったかもしれない。わざわざ参加してやったのにこの仕打ち。だからこうしてアフターケアにも応じているだろう。私自ら。そもそも参加を断れたのになぜそうしなかったんだ。今から鉄血に向かうと急に連絡をよこしてきた相手をむざむざ追い返せないのを知っているでしょうね。
そういうことだ。同盟国だからな。死者についても良きに計らっていただかないとな。人の善意にまでつけ込んで。あれだけ会場が盛り上がった上にフットとも話せたんだ。心臓には悪かったかもしれないが、別に悪い展開でなかろう。はいはい、お前には負けたよ。赤城よりそら恐ろしいわね。サンジの言葉、痛み入る。終わらせてきたところよ。中継で見ててくれたの？嬉しいわね。全世界に中継した甲斐があったわ。噛んでません。ちゃんとスピーチしていたでしょ。そちらはどう？誰と旅行しているのかしら。へえ、巡洋と流城に随格と俊格なの。賑やかで何よりね。聞いたわよ。最近金髪のことも仲良くしてるんですって。そう必死に否定しなくてもわかるわよ。そっちに行きたいくらいよ。お土産頼んだわ。急な開催になったのは悪かったわよ。実は緊急事態でもあってね。ああ、お邪魔虫がいるみたい。少し待ってて。電話の立ち聞きは感心しませんね。この声が聞こえているなら立ち去りなさい。するんですか？